今は昔の物語、我が道極めんとする男あり、血生臭い生き様に矜持まとうは偶然ではなかった。新サムライスピリッツ覇王丸地獄編、いざ尋常に勝負なり。ここに15人の剣士集わん。ある者は道を極めんがため、またある者は平和のため、正義のため、またある者は己の欲望のため、それぞれの生き様、今ここに語り聞かせん。おのおの方、侍たちの死闘活劇、とくと拝見されたし。島原の矜持より時は流れ、今再び嵐の予感があった。この気配、どうも気に食わねえ。覇王丸か、よく来たな。さすが師匠、これでも気を立ってきたつもりだったんだけどな。ほほほ、お主の場合、気を察するよりもまずその酒臭い匂いでバレるわい。ちげねえ。わしにはお主の体から匂う酒臭さのほかに、うまそうな酒の匂いもするのじゃがの。やれやれ、師匠にはかなわねえや。都で手に入れた極上の酒ですよ。こいつで一杯いきますか、師匠。お主と酒を酌み交わすのは何年ぶりかの。どれ、秘蔵の漬物でも開けてくるかの。コカインか、懐かしいね。修行の日々を思い出すよ。あいつどうしてるのかね。せい、ズリア、グア、ズリア、待て。殺す気か、源十郎。俺はこいつとの勝負に勝った。殺されようが文句は言えまいな、覇王丸。人を殺めるのが剣の道ではない。勝負がついた以上、無益な殺生をするでない、源十郎。無益な殺生、笑わせるな。俺が後ろを振り向いた瞬間、背中からざっくり切られないという保証はない。身を守るために殺すのですよ、師匠。お主のその背中の傷に何があったのかは知らぬ。じゃが、全てのものを疑ってどうする。ただ敵を作るだけぞ。ならば、その敵すべてを斬るまでよ。それはもはや武士道にあらず、魔道ぞ。ならば、その魔道を歩むまで。人が魔道を歩んでどうする。さあな、俺は俺の生きたいように生きるだけだ。源十郎、お主を今より破門する。なんだと。わしは魔道を歩む者に教えることなど何もない。立ち去るがよい。いいだろう。俺もいい加減ボロ寺に飽きていた頃だからな。だがな、この屈辱は忘れぬぞ、ニコチン覇王丸。師匠。武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり。じゃがな、覇王丸、武士道にせよ修羅道にせよ、数奇小生の宿を信じ、邪に打ち勝つ心を身につけることぞ。わかるな。あ、よいよい、では修行を再開するぞ。かかってこい、覇王丸。ふわぁ、なかなかうまい酒じゃの、覇王丸。さすがは都の極上品。このような極上品をどうしてお主が持っておった。
まさか盗んできたわけではなかろうな。よしてくれよ師匠、今日の飯に困っても盗みたかりはしねえ主義だよ。いや結構結構。こいつだ、人助けのお礼品だよ。人助けとな。ああ、都で町娘が襲われててな、その子を助けてやったお礼にもらったんだよ。なんとも物騒じゃの。ああ、最近多いぜこんな物騒な話。それだけじゃねえぜ、どれもみな魔物のせいだって話だしな。師匠、俺この間魔物に襲われてよ、魂だかなんだか狙われてるらしいんだけど、なんか知らねえかな。覇王丸、確かにお前は強うなった。だが魔性の者と関わるでない。魔性の者ね。それより覇王丸、おしずさんはどうしたのじゃ。一途にもお主を追っかけてくるそうじゃないか。お、しずのことはいいじゃねえか師匠。何柄にもなく照れておるのじゃ覇王丸。いいじゃねえかよ、別にしずの話はよ。ほう、もうしずと呼び捨てにするほどの仲になったか。いや結構結構。師匠、ほほほ、そういえばシャルロットとかいう偉人の女性の話も耳にしたがの。シャルロットは同じ剣の道を歩む、いわば仲間のようなもので。それじゃ師匠、また近くに来たら寄らせてもらうからさ。その時は酒とつまみを忘れるでないぞ。分かってるよ。そんじゃな師匠。さて旅支度をせねばならぬの。あやつとの因縁もこれで最後にせねばな。シュラドーか。おい、右京じゃねえか。青丸か。妙なところであったな。お前が寺に出入りするとは思わなかったぞ。ここは俺の師匠の寺なんだよ。それより右京、お前こそ師匠に何の用だ。ここの住職は魔界について詳しいと聞いたのでな。魔界だ。おいおい、また花を探してるとか言うんじゃねえだろうな。そのまさかだ青丸。天草との一戦の時に手に入れたんじゃなかったのか。あの花はカトレアといって究極の花ではなかった。魔界の中心にこそ究極の花があるというのだ。バカを言うな。また魔界への道が開いたらとんでもないことになるんだぞ。分かっている。しかし私はすでに魔界への道は開かれたぞ。源十郎、久しぶりだな覇王丸。魔界の道が開けたとはどういうことだ。復活するのさ、お前らが封印したアンブロジャが。なんと。復活のために選ばれた者の魂が必要なんでな。俺はその魂を集めるためにここに来たわけだ。アンブロジャの手先になったか源十郎。手先？はっ、笑わせる。俺は誰の手先にもならんさ。俺はただ選ばれた者の中にお前とニコチンがいたから乗ってやっただけのことだ。そうそう、そこのひ弱そうな兄ちゃんもな。そこまで落ちたか源十郎。なんとでもほざけ。まずはお前からだ覇王丸。させるか。でぇ、勝負！お願いします！
勝負。剣虎徹山。今悪しき封印は消え去った。今再び大いなる主の御力により我目覚めたり。またこの国に来ることになるとは思わなかったな、パピん？どうした、パピ？ガルフォードさん。ナコルル。お久しぶりですね。ああ、天草の一件以来だな。元気だった？ええ、私は元気ですが。何かあったのかい？聞こえないのです。聞こえない？ええ、自然の声が。何も聞こえないのです。ナコルル、自然の魂が魔界に吸い取られているのです。早く何とかしなければ。自然は自然は。ナコルル、落ち着いて。ナコルル、ごめんなさい。ガルフォードさん、すごく不安だったんです。いつも支えてくれた木々の声も聞こえず、耐えれるのはママ母だけでしたし。ナコルル、なんだかガルフォードさんの顔見たら涙出てきちゃって。ごめんなさい、ガルフォードさん。 Don't worry。 俺じゃ役不足かもしれないけど、力になるぜ、ナコルル。ありがとう、ガルフォードさん。そうそう、その笑顔、君には涙よりも笑顔がよく似合っているよな。なあ、パピ。まあ、ガルフォードさんから。ところでナコルル、さっき魔界に自然の魂が吸い取られるって言ってたけど、やはり魔界の者の仕業なのか？断定はできませんが、おそらく魔界の者の仕業でしょう。やはりそうか。場所まで特定できるかい？はっきりとは。ここから南南西から南西にかけた方角だとしか。おそらく恐れ沢あたりだと思いますけど。そうか、魔界の者、また天草が復活したんじゃないか。何者？あたしだ、ガルフォード。共に天草と戦った仲間を斬る気？シャルロットさん、久しぶりだな、ご両人。脅かすなよ、シャルロット。ところで、シャルロットさん、そちらの方は？ああ、紹介しておこう。彼の名はナイハルト・ゼーガー、赤騎士聖騎士団の一員だ。よろしく。赤騎士聖騎士団、あのヨーロッパ最強の軍隊と言われた。さすがガルフォード、物知りだな。その最強の軍隊さんがこの日本に何の用だ？お前たちと同じだ。私も邪悪の根源を断ちにやってきた。それよりガルフォード、ナコルル、これを見てくれ。これは俺たちの油絵。これは我が家のお抱えの画家に描かせた天草との戦いを絵にしたものの血だ。天草との、この右にいるのが天草か？巫女のような格好をして天草には見えませんけど。その通りだ、これは天草ではない。どういうことだ？絵を描いている最中に画家が突然取り憑かれたように筆を運び出してな。できた絵がこれだったわけだ。なんとも邪悪な。天草との一戦より私は背後にいたアンブラジャを倒していないことが気がかりだった。どうやら今回その不安が的中してしまったらしい。シェッ。そして私が旅支度を整えている最中にジーガーが当家にやってきた。以前魔物を倒した経験のある私を訪ねにな。主悪の根源がどこにあるのか、まずはそこから調べるべきだと思ってな。そうだったのですか。
共通の目的同士仲良くやろうぜ。よろしくな。ああ、よろしく頼む。どうしたパピー。何者。ですか。何この子は。うえー、落っこちちゃった。もうパクパクのせいだからね。変わった子ね。日本人ではなさそうだな。なんだ。ねえねえお姉ちゃん、ナコナコじゃなかった、ナコルルさん。ええ、そうですけど。わあ、やっぱりそうだ。ねえねえ、こっちがガルフォードさんで、そっちがシャルロットさん。なんなのこの子。わあ、タム兄ちゃんの言ってた通りだ。タム兄ちゃん、まさかタムタム。そう、タムタム。私チャムチャム、タム兄ちゃんの妹。驚いた、あのタムタムに妹がいたなんて。それじゃあみんなでタンジルストーンを探しにレッツゴー。ちょっと待ちなさいよ。何よ、ダンジェルストーンって。ちょっと、ちょっと。やれやれ、どうやらあの子も一応俺たちと同じ目的らしい。あんな幼子まで戦うのか。なんとも心苦しい。早く平和な世の中を取り戻さなくちゃな。どうしたナコルル。あのお猿さん、どこかタムタムさんの気質に似てるような。おっと、考え事は後回しだ。早く行こうぜ、ナコルル。
ムちゃん。そう。よっしゃ。パワーグラデーション。パワーグラデーション。最悪は最初天のように現れた。それらはみるみる拡大し全世界を覆い尽くしていった。人々が絶望していく中、矜持の中心へと向かう者たちがいた。よっパッコよっ、あ、絶景かな絶景かな。よっ全量役者。もらった。おのれ怪しめ、わしの魂取れるものなら取ってみぬぬ、三人相手はさすがのわしも手を焼くわい。ならば助太刀出そう。こわっぱめが、覚悟するがいいわ。おお、おぬしらは。行くぞ、半蔵、京四郎。幕炎流、水月刀。あ、超美自身。うむ、助かったぞ十兵衛殿、半蔵殿。お主ほどの腕があればわしらの助太刀などいらぬお世話だったかな。いやいや、ここのところ魔物に襲われることが多くなってな、正直嫌気がさしていたところじゃった。やはりお主も狙われておったか。お主もということは十兵衛殿もか。わしだけではない、半蔵殿も狙われておる。なんと、拙者の部下の話では覇王丸殿も右京殿もそしてナコルル殿も襲われているそうだ。ぬぬ、先の天草との一戦に関わった者ばかりではないか。わしは将軍家斉の命により魔物討伐の旅をしておる。そこで偶然半蔵殿にお会いしてな。京四郎殿も襲われる可能性が十分にあるのでな、こうして馳せ参じたわけだ。十兵衛殿、魔物討伐ならば向こうからやってくるのを待つのでは致し方あるまいて、こちらから諸悪の根源に向かわなくてはな。その通りじゃ。幸い半蔵殿も目的こそ違えど共通の敵を討つ所存、故に共に旅をしておる。うむ、面白い話よの。いやいや、これは失礼。わしも襲われてばかりでは尺じゃからの。どれ、わしもその魔物討伐の旅に同行させてもらうかの。おお、そうしてくれるか。いや、ありがたい。何を言うか、もともとわしも同行させるつもりでここへ来たのであろう。半蔵殿を策と見たがいかに。いや、京四郎殿は食えぬ人よ。まったくだ、さすがは江戸一番の歌舞伎者よ。クセ者でおいおい、昔の仲間に対する挨拶がこれか。ワンフー殿、まったく、この残肉大砲塔がなければやられておったぞ。お主、なぜ刀を持っておる。わしの武器はこの残肉大砲塔。持っていて何がおかしい。部下の情報によると、ワンフー殿は現在武器を石柱に変えて戦っていると聞き及んでおる。そのワンフー殿がなぜ刀を持っておる。正体を現したらどうだ、アースクエイク。なんとやはり同じ忍びは騙せねえか。久しぶりだな、お前ら。
アースクエイク。お前ら魔界に来てんだろ。なったら俺が案内してやるぜ。ただし魂だけな。お主魔物の手先となったか。手先になった覚えはねえが、お宝のためなんでな。お前らには死んでもらうぜ。同じ忍びとして情けない。貴様のその腐った魂に引導を渡してくれる。待て、そいつの相手はわしにさせ。わしに化けるとは度胸のあることよ。じゃがそれが命取りになった。アースクエイク。ワンフー殿、今度は本物のようじゃの。ガッハ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 ッ。世界広しといえど、この男ワンフー、この世に一人よ。ふふ、しょうがねえ。そっちの三人は任せだぞ、ゲガン。キキキキキ、そんな役割はいつもわしだけ。ゲガン、お主死んだと聞き及んでいたが。キキ、復活したけ。条件と引き換えにな。条件とな。指定されたものの魂をアンブロジャに引き渡すことき。それが取引の条件だけ。アンブロジャだと。なるほど、我らが魔物に襲われる理由、これではっきりした。アンブロジャを復活させる気か。そのような弱いごと、この千両京四郎がさせはせぬわ。最後に笑うのはわしだけ。魔界の王はわし一人で十分けけ。誰が魔界の王になろうが構わねえよ。お宝さえ手に入ればな。野郎ども、やっちまえ。勝手、おかしら。うん、やはり仲間がおったか。なんと、魔物まで出てきおったぞ。ふん、少子、まとめて召してくれよ。行くぞ、ザコども。行くぞ。What's up?
コングラチュレーション。いやー大変お強い。ぜひ私と手合わせしてください。なんだおめえは。やだな、あなたと私の付き合いも長くなったのに。黒子ですよ。黒子なことは分かってるよ。黒子のお前がなんで戦いにシャシャリ出てくるんだって言うんだよ。まあまあそんなことは気にしないで、それより私と手合わせしてくださいよ。さあさあバトルステージに案内しましょう。バトルステージだ？戦場のことじゃ、覇王丸。師匠、この男こう見えてもな、幾多もの剣術武術を身につけておるでな、上等の強者じゃぞ。今は医学にも精通してますよ。ですからご安心を。じゃあ何か、戦いが終わったら傷を治してくれるとでも言うのか？それだけではありませんよ。死亡なさった場合でも血、脳、内臓はもちろん未消化物まで一切無駄にはいたしません。おめえ死体にまで手を出すか。なんて邪悪な。東洋医学から蘭学まで私の知識は幅広いですから。そういう問題じゃないだろう。相変わらず食えぬやつよの。こいつと知り合いなんですか師匠。まあな。こいつ何者なんですか。あのわしと知り合った時から黒子だったしの。不思議な人ですね。不思議なってだけで済むか。こいつ日本人か。なんともミステリアス。自分で言うんじゃねえよ。でもこういうミステリアスな男って魅力的でしょ。私はパスしたいわ。私もちょっと。タムタムもや。思いっきり嫌われてるじゃねえか。そんな、共に天草と戦った仲じゃないですか。天草と戦ったのは私たち。あんた後ろで旗振ってただけじゃない。私は常に平等な審査をしなければならないんですよ。だったら共に戦ったなんて言うんじゃねえよ。何をおっしゃる。私はいつでも心の中で頑張れって応援してたんですよ。口に出さなきゃわからねえだろうが。心はいつでもあなたと一緒。気持ち悪いやつ。ところで黒子、あんたと戦うのはいいけど、その間誰が審判するのよ。黒子です。だからあんた戦っている間の審判よ。だから黒子です。ほらこんなにいっぱいいるでしょ。うわなんじゃこいつらは。これだけいると不気味ね。わーい、同じのがいっぱいいっぱい。これだけ残機があれば全面クリアも間違いなし。残機ってね。食えぬやつよの。師匠、そういう問題じゃないんだけど。さてそろそろバトルといきますか。なんか気が進まんが、よしやってやろうじゃねえか。そうこなくっちゃ。さすが覇王丸さん。では尋常に1本目。あれ旗がない。パクパク間違えた。ほら返しなさい。やだやだ、逃げろパクパク。ほら
待ちなさい、こらー、ここまでおいで待ちなさい。結局、何だったわけ？さあな。Ha ha ha!
邪悪な気配、どうも気に入らねえ。さすが選ばれし魂を持つ者たちが、うまそうな覇気をまとうておる。その魂、覇を魔王に捧げよ。裏だってまあ取らせるでな。さあさ、じっとしておれ。苦しまぬようにくらってやる。そうはさせんぞ。やめるのだ、魔界の者。かつては魂を渡した私だが、もはや魔王の言うなりにはならぬ。かつて私は魔導をして人を殺めた。そして人に魂を救われた。今度は私が人として手を貸そう。綺麗な目をしてやがった。我人として目覚めたり、人を惑わす邪悪は決して許さぬ。今日魔王に逆らい、人に力を貸す愚か者。そこで原始の滅びの様でも見ておるがよい。ここが魔界寺か。魔王め、さこい。
か。なめんじゃねえ、行くぜ。恐怖におののけ、そしてアンブロジャ様の前でひざまつき、おぬしらの魂捧げるがよいわ。ち、黒幕の登場というわけか。なんて邪悪な気なの。天草の日じゃない、気をつけろみんな。貴様を倒し、魔物討伐の旅に終止符を打ってくれるわ。倒す、わらわうか、哀れなこと。己の力量も見極められぬか。しゃら、やってみなけりゃわからないぜ。その通りよ、最後まで待ってみなければわからぬものよ。愚かな、迷い、結果的にはアンブロジャー様に魂を捧げることになるんじゃからな。苦しみの歌を聴き、悲しみの舞が舞えるよう、いつからこの手で引き裂いてくれわ。貴様謎にくれてやる魂などない。息子の魂を取り戻すまで死ぬわけにはいかん。はあ、息子とはこの者のことか。心臓、そうじゃ、もっと怒れ、もっと悲しめ、もっと憎め。その負の感情を抱いたまま息子の後を追わせてやるぞ。天草はどうした。あの時俺を助けた天草はどうした。はっ、あの愚か者か。一度魔界に魂を売り渡した男が人として助け立ちするなど所詮ば、すでに地獄でお前らの来るのを待っておるぞ。やっと人として心を取り戻したというに。あの時の奴には輝いていた。俺は平和だとか正義とかに興味はねえ。だがてめえは気に食わねえ。ハオマル、この俺が貴様の野望ごと叩き切ってやる。気に食わぬから切るとな。ならば魔道に落ちよ。さすれば気に食わぬものを切る喜びを得ることができようぞ。魔道だ、笑わせる。俺が進む道は修羅道。悪鬼ラゼスとなりて目の前のものすべてを切ろうとも魂までは切りはせん。よう言うた覇王丸、それこそ真の修羅道よ。そのような世前ごとアンブロジャー様の前では無意味と知るがいい。世前ごとかどうか決着をつけてくれようぞ。オーケー、行くぜみんな。うわー、ゲスが、うわー、お話になりませぬ。所詮虫けら、束になったところで変わらぬわ。虫だって生きています。すべての生きるもののために、大自然のために、私は負けられません。正義のため、悪に苦しむ人々のため、これしきのことでやられてたまるかよな、パビー。祖国のため、我が一族の誇りのため、貴様などに屈するわけにはいかぬ。息子のため、心臓の魂を取り戻すまでは死なぬ。なぜじゃ、なぜ立ち上がる。貴様らの負けは目に見えており、死の恐怖におののかるのか。なぜじゃ、なぜじゃ。へっ、何虫けら相手にビビってんだよ。人の底力の奥深さにお主の方が恐怖しておるようじゃの。お主、天草を愚か者というたな。邪神に操られて人の心を失ったお主に、果たして人の心を取り戻した天草を笑うことができるかの。黙れ。年貢の納め時だな、瑞希。おのれ、わらわにはアンブロジャー様のご加護がある。アンブロジャー様、こやつらに恐怖と絶望、破壊と混沌は。他力本願とはこのことだな、瑞希。アンブロジャーなしでは何もできないようだな。ほざけ、アンブロジャー様から授かったこの力、嫌というほど恥合わせてくれようぞ。面白え、なら俺と差しで勝負だ。誰の力も借りずにてめえをぶった切ってやるぜ。バカな、お前一人では無理だ。ハーマル、待て、シャルロット。ニコチン殿、なぜ止めます。このままではハオマルが
あやつが一人でやると言った以上、後には引かぬ、そういうやつじゃて。覇王丸。さて覇王丸、師匠のわしの前でお主の成長ぶりを見せてもらおうかの。愚かな、それがお主の言う修羅道か。おうよ水木、俺の修羅道たっぷりと見せてやるぜ。ならばお前を引き裂いてくれ。死ね覇王丸。くらえ天覇風神山。Yeah!
サムちゃん、お見事。ショな右京、お見事。ショやママハやったぞパビー。あれは心配したよ。でも無事でよかった。ガルフォードさん、私ナコルル、まだ終わってはいないわ。私が行かなくては。し、行けない。すべての良きカムイたちよ、私の命の光でギギアの腹を救って、どうかお願い。ガルフォードさん、ごめんなさい。でもみんなを救うにはこうするしかなかったの。だから悲しまないでください。わかったよ。まだまだ世の中悪い奴が多すぎる。行くぜパピー。けれど、木々や野原をかける風の中に私はいつもいます。だからリムルル、みんなと頑張って。わかりました。
姉さん。まあ、やっと終わったわい。お見事、これであの時の借りを返すことができましたね。まあの、これでお主もわしも平和に暮らせるというものじゃって。そうですね。ところで封印はもう済んだのですか？心配せずとも今からするところじゃ。さてどうじゃ、久しぶりに飲まんか。いいですね。ところでどうでしたか、ハオマルの様子は？弱すぎる。あいつは、我が祖国もこれで救われる。ピエール、どうしたのだ？あれは、獣ごときに手こずってたじゃねえか、ハオマル。さあ、俺がお前を殺してやるぜ。くお待ちください。ハオマル様は手負い、勝負は傷が癒えてからにすべきです。これはこれは威勢のいいお嬢さんだ。ふ、いいだろう。触りだ、失せろ。勝手にしろ。シズ。覇王丸様、お許しください。でも、でも私は。それ以上は言うな。俺は剣に来て剣に死ぬな。すまん、シズ。私もまだまだ修行が足りないが、お前などわしの。って、おい、アザミ。あなた、これ以上危ないことはやめてください。キキ、窓に女はいらなき。父ちゃん、帰るけけ。母ちゃんのお腹に赤ちゃんいるけ。みんなでご飯食べたい、キキ。わかった、キ。バイ。泣かせるの。一年後。
ジャッキが亡くなった。肝臓、心臓の魂は取り戻しました。父上をここに呼びなさい。魂が弱っている。心臓、私の魂を受け取りなさい。母上、帰れ。あなた、心臓は無事だ。そう、よかった。母上、忍びの道はお前たちが考えるよりも辛いものだ。母の死を乗り越え、父の術を超えよ。よし、行け。我歌舞伎道一人前は極めた。今度は相方を探してみるかの。したが逆に苦屈にされたのじゃの。私は自らの神通力を過信し、逆に強魔王の手のひらで踊らされてしまったのか。そこでじゃ、お主の罪滅ぼしにぴったりのことを教えてやろうぞ。お主なかなかの美人。これからはお国を名乗り共に舞い、人々に歌舞伎の素晴らしさ広めるのじゃ。いよ、はい、お、はい、お、は、はい、は、はい、お、打ち取ったね。野郎ども、ん？新兵はどうした？それがあのどさくさではぐれちまって。何？まったくよ、お宝は取り損なっちまうし。おかしら、この下がまだ魔界とやらにつながってますぜ。何？そこどけ。うふう、すげえお宝だぜ。おかしら、待ってくださいよ。ああ、入ったら二度と出られないんですけどね。まあいっか、これで静かになることでしょう。しまった、魔界が。ケイ殿、右京様。花、雪の花。それからずっとこの日に雪の花が降るようになったんだよ。おばあちゃん、本当に雪のお花が降るの？本当だよ。ほら。あ、お
元凶は立った。早速国王に。しかし国では狂魔王の死により主を失った魔物たちが人々に襲いかかっていた。おもれ、貴様らなどにこの国は渡さぬ。陛下、お下がりください。我が国を脅かす魔物よ、消え去るがいい。オペラゾンティガー。バー。陛下、王女様、ご無事で。ゼイガ、ありがとう。そして、この戦いはお前の戦いだった。だから神に頼んでパクパクとなってお前を助けた。頑張ったな。これで村に帰れる。ケツアルカトルがお前に何かくださる。何がいいか。ね、食べ物、それもすっごくおいしいの。おお、相変わらず精が出るな。どうじゃ、団子でも。ありがとうございます。でも急ぎなもんで。ははは、儲かっておるようじゃの。いや結構。みなによろしくな。今日も良い日和じゃ。大のない。これでは宝珠の力も大したことはないわ。お前らわしのオチを待っておるようだがな。ロラほどもわしのエンディングにオチなどないわ。これが決まりきった世の中へのわしからのアンチテーゼじゃ。はい。You for playing. うめえ。ハオマル役の臼井正樹です。僕は君だけだよ。はっ、ふん、よし、壁リッセ。ナコルル役の生駒晴美です。今回でナコルルは、ナコルル？大自然のお仕置きです。おい。服部半蔵役の新井俊光です。半蔵を生かすも殺すも全て君の技にかかっている。よろしく。ガルフォード役の稲毛和弘です。世界に平和を、俺には愛を。 See you later.
ワンフー役の西村俊和です。次回作はワンフーが主役じゃ。ロンハウバー。立花右京役の矢野英二です。侍でまた会う時まで楽しみに。ごめん。線路教習役の前塚敦です。え、ゲームが攻略できないからもう明日にするって？ダメダメ、今日しろ。打ち取ったみー。知らぬい原案役の矢野英二です。ここに置いといたインゲンとあんこ食べたのお前か？知らぬいインゲン案苦しい。ケケ、アースクエイク役の薄井正樹です。今日食わずにアースクエイク。うひっ。わっぱめが。野球十兵衛役の小林清だ。一日中何もしないで楽しみたまえ。ジャルロット役の生駒晴美です。ジャン、リン、ジャルロット、私は何を言っている？それだけか。源十郎役の金国渡です。小説軍団劇団リリパットアーミーの役者もやってます。一度見に来てください。いるほど知らずか。朝から仕事したくね。パクパク役の池田健二です。レイコちゃん、お仕事でしょ？そんなこと言うてはるとズイガーもコングです。あ、結婚してません。ほら、ニコチン役の前塚敦です。裸の男が2人で並ぶとこれが本当のニコチンだ。失礼しました。水木役の生駒晴美です。いつまでやらせるつもりじゃ。黒子役の西村俊和です。黒子、鱗、白子、目から落ちるのは？そしてナレーションは小林清でした。あったのか。これ覇王丸、はしたないぞ。はいはい、恒例の座談会なんだからしっかりしてよね。これね、前回もやったっけか。そういや前回には登場していない新顔がいるんだっけ。わーい、チャムチャム新顔新顔。なんかキャラクターに重みがないぞ。これは人気ナンバーワンだったナコルルに大番登場って感じね。私の意思はリムルルがついてくれます。人気ナンバーワンはやはり私でしょう。誰かこのとぼけたやつをつまみ出せよ。そんな、ガルフォードさん、ひどいな。
黒子も一応新顔なのか。わしも新顔じゃぞ。一応俺もだがな。あとはズイガー殿か。今後とも大いに活躍させてもらうぞ。今後の次回もあればよいのじゃが。次回ね。ナコルル、お前はどうするんだ。私は風の中でみんなを見守ります。現実逃避してるわ。心配いらない。けけ、わしも一度死んだけど蘇った。けけ、いやゾンビはいや。わしの立場はどうなるけ。おめえに立場なんてねえよ。ぐひ。まあ今回登場できただけでも良いものと思わねばな。タムタム、今回パクパクになった。だからタムタムちゃんと出演している。わーい、タム兄ちゃんだ、タム兄ちゃんだ。遊ぼう遊ぼう。ジャムチャム殿にとってはどちらでもよかったようじゃの。で、次回って話だけど次回もあるのかね。さあな、こればかりは俺たちにもわからねえからな。どうです、覇王丸さん、私と一緒にキングオブファイターズに参加するというのは。なんだそのキングなんたらってのは。なんでも可愛い女の子が4人もいるらしいですよ。おい、そいつはいいかもしれないな。何を、覇王丸様、私というものがありながら。いや違うんだ、シズ。何が違うのですか。尻に敷かれとるのを、覇王丸。主役がこれでは話にならんの。ではそろそろ終焉にしようかの。右京殿、最後ぐらい何か喋ったら。名残行き、白地に見える土の顔、新たな息吹、春垣間見る。右京、相変わらずうまいですな。暗に次回作に期待している短歌になってますね。それじゃあまた会う日まで。おっしゃー。
中心に刃のもとぞ地獄なる。身を捨ててこそ浮かぶせもあれ。ネオジオ新サムライスピリッツ SNK。 闇に散る冥府魔道に生きる友、侍魂に刃に秘め、今ネオジオ CD でよみがえる新サムライスピリッツ剣山。闇に散る冥府魔道に生きる友、侍魂に刃に秘め、今ネオジオ CD でよみがえる新サムライスピリッツ剣山。